8年前浮気。がバレて離婚した。嫁と親の切れっぷりはすごかった。嫁から親に尾ひれがつき報告。さらに、嫁の親から俺の身内に背びれがつき報告。もう、話にならなくなりこっちから離婚切り出して、慰謝料も払うことなく別れた。子供2人には申し訳ないことしたと今も思っている。俺は浮気と思ってない。生活がめちゃくちゃな状態で、浮気認定されて責め立てられることの方が苦痛だよ。友人に相談持ちかけられて、会ったことが浮気になるのか？だとしたら、世の既婚男性は、嫁以外の異性との接触はしないのか？まあ、今更ことなんだが、当時の生活破綻してたし、いずれ離婚することにはなってたとは思う。弟の連絡がきっかけで、俺自身は、絶縁状態で家を出て、それ以降、身内には会っていない。連絡先も教えてないし、所在不明の人になった。今の俺は、再婚して、嫁さんとも仲良くしてるし、子供もいる。元嫁とは、離婚後何度か会っていた。3年目くらいの時に、男ができたことは知っていた。俺には友達だと言い張っていたが、知り合って、1年の男に、勝手に親に結婚承諾取られて、子供のこと話しに、男の親に会いに行ったりしてたと意味不明なこと言ってた。はめられたといえばそうなのかもしれない。つい先日、子供と同じ保育園の友達ママさんが、家に遊びに来てたんだが、顔見てびっくり。前の嫁の友達で何度か会ったことのある人で、内心めちゃ焦ったんだけど、向こうは覚えてなかったようで、今の嫁との愚痴のこぼし合いしてる最中に、元嫁の現状みたいな話になり、さらにびっくり。元嫁はその男と再婚したらしいが、でかい家建ててもらって、おんぶに抱っこで暮らしてるらしい。そのママさん呼ばれて遊びに行ったらしいが、あれじゃ金で結婚したとしか思えないとか言ってたし、さりげなく会話聞いてたら、前の嫁としか思えないことばっか出てくる。世の中って狭いわ。そのママさん帰った後、あんたの前の奥さんみたいだね、って。前の嫁の話とか、子供の話みんなしてたから、今の嫁もなんか感じたらしい。で、遊びに来てた人が帰った後、前の嫁の友達だと話したらびっくりしてた。弟の行動は未だに意味不明だが、二度と会うことはないだろうから、それでいいと思ってる。前の嫁に関しては、金に関しては、確かに妙なとこあったわな。ブランド物とか好きだったし、友達がかりからプレゼントしてもらったってとか平気で言うやつだったし、友達がもらったとか、聞いたらすんげー高いの。でも、惚れた弱みってやつ。俺自身がカッコつけたいのもあったし、前の嫁に友達の前でいいカッコさせてやりたいってのもあって、プレゼントとかしてた。俺の貯金はガリガリ減ったな。給料も、それぞれの稼ぎから生活に必要な分以外は、自分のものって感じだったし。俺いた会社って、地元では結構有名なとこだったんだけど、そこ辞めてから生活おかしくなったかな。今思えば、前の嫁が欲しいのは幸せとかじゃなくて自慢できるものだったんだろうな。高価なブランド物だったり、男の仕事先の知名度だったり。今の嫁は、俺が一番落ちてた時にあった。貯金もなくして、借金持ってた俺を好きになってくれた。話の順番めちゃくちゃだし、愚痴だなこれじゃ本当にすまん。で、今の嫁のおかげで、俺も幸せになれてる。